故障じゃないんですよ、はい、そうなんですよ。どうしたはい、すみません皆さん、緊張してきましたね。なんでドキドキ、なんで緊張してきましたよね。え、だって今から新メンバー発表ですよ。結構重大なやつよね。重大です。こっちまで緊張してきた。皆さん、もう待ちくらめ。あ、皆さんもう待ちくたびれますか？ごめんなさい。早く行きましょう。盛り上がる準備はできていますか？これから活動していくわけですけど、意気込みをじゃあミラポンお願いします。はい、
今日から私たちスプラッシュはこの8人で新しくスタートします。5月3日には2枚目のシングルも発売します。私たちの成長をこれからもっともっと楽しみにしていてくださいね。これからもスプラッシュをどんどん盛り上げていきましょう。それでは5月のイベントのお知らせです。5月3日から5月5日のフラワーフェスティバルにスプラッシュとアクターズの選抜メンバーが出演します。待って、はい、3日間あちこちにステージに出没するので、はい、ぜひ見に来てください。お願いします。そして次の週5月11日日曜日、道の駅マイロードインターチェンジ千代田のマイロード祭りにアクターズ選抜メンバーが出演します。はい、これには残念ながらスプラッシュは出演できないんですけど、かわいい仲間たちがたくさん出演してくれます。ぜひ見に行ってくださいね。はい、そして次の週の5月17日に春日のザトップでイベントステージがあります。聞いてない、まあ、詳しくはホームページを。はい、じゃあまた5月のイベントでお会いしましょう。